ということで、毎度よくわからない、こちらですね、謎コードやっていきます。不安定です。まあ相変わらず不安定な中からねやっていくと、まあむしろこっちの方がうまくなるかもしれませんね。確率としてはよくわかりませんけどね。はい、まず1枚ですね。今回これギフデック、ヒズマージャーデックです。これ使ってやっていきます。で、これでこんな感じでね、飛ばしていくんですけど、こんな不安定な中がどうやってやるんだっていうことなんですけどね。はい、ということでね、ちゃんとね、やっていきたいと思います。ぜひぜひ皆さんもですね、こちらの方を試していただければなと思うんですけども。はい、ギリギリのところでキャッチすることができました。1枚は成功です。さあ、2枚目ですね。2枚となるとね、一気にね、難易度が跳ね上がるんですよね。はい、こんな感じで撮れなくなりまして、今カメラの部分を覆ってしまいましたね。こんな感じでね、2枚やろうとすると、こんな感じで急激に難易度が上がります。これがね、謎行動選手権の面白いところでもあり、まあ、これがね、また難しいところでもありますね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。それでは失礼いたします。